代わってグリフィンが今投球練習を始めています。なかなかそのブルペンの様子というものもそこまではジャイアンツファンの皆さんにお届けできていないかもしれませんので、はい、ちょっとじっくりと見たいところであります、ね、10試合6勝5敗、はい、どのくらいの期待がありますか今年は。25試合25試合11、12勝2桁は去年グリーン的なんかあんまり打てなかったイメージなんですよね。グリーン的、うん、あ援護ができなかった、はいはい、最低2桁は勝つと思ってますけど、はいはい、さあ吉川尚輝です。初球から打っていきました吉川。レフトには丸が入っています。グリフィンの最大の武器は何でしょうか。まあ、全部がいる。まっすぐ、カット、はい、チェンジアップ、もう変化球もいっぱい投げますんでね、はい、それなりに制球もいいですし、はい、まあ、総合力で抑えていくってピッチャーですけどもね。岡本です。ちょっとスピードガンの表示はありませんが非常にボールが来ている印象ありますが、もう145番出ますんでね、はい、シーズン中は。あ、これにバットが出まして、ね、あそこを振るんですもんね、はい、岡本は今出ませんというアピールをしてはいましたが、はい、もう引っ張ってレフトの前に持っていきました、ね、ナイスバッティング、はい、昨日の練習試合では右方向に打っていきましたが、はい、この岡本も状態良さそう、そして実戦にもしっかりと4番として出てくる、はい、そんなキャプテンの姿があります。去年は WBC もありまして、まあ、宮崎に残って日本代表のキャンプが続いていましたが、今年はこの沖縄にもちろん帯同しています。さあ今度は中田歩夢、ランナー二塁というところでサードまで進んでいきました。もう一度ランナーは二塁に戻ります。ボールカウントワンエンドワンからスタートしていますから、これでツーボールワンストライク。右バットはあそこに速いストレート、同軌道のカットボールっていうのがやっぱ厄介なんですかね。ちょっとこう詰まるような、はい、窮屈になるような、はい、それを意識させられてチェンジアップなのか、うん、球にカーブも投げますしね、はい、逆に速いボールできましたね、はい、2-2からいいピッチャーだと思いますよね、はい、本当にこれ中田歩夢はいい経験をしてるんでしょうね。この時間は、はい、菅野の後この対グリフィン、緩いボール、うわーいっぱいのところ、これがカーブですか。はい、カーブですね。これがあると、はい、あのインコースのカット気味のボール見せられながらも外からフッと入ってくるカーブ、これはなかなか出せませんか、バット、はい、まだいいところですよね、はい、青森東央義塾高校出身2年目育成の中田歩夢、この一軍のキャンプに帯同しています。さあ長野、先ほどは菅野から1本打っていますが、変化球からグリフィン入りました。右方向、いい感じ。ここに萩尾がいました。
いい感じ、ね、ちょっと詰まりですけどね、はい、だバッター陣は岡本君なんかもそうですけど、もうまっすぐは結構もういいタイミングでね、あと今後あの変化球でしょうね、変化球を見慣れてそのしっかり下半身が我慢できるかどうかって、これからオープン戦でね、はいはい、さあ今度は松原、バット止まります。非常に状態が良さそうなこの、ね、あの松原君もあの宮崎でですね、はい、松原君も結構自分であの内から出そうイメージで練習してたと思うんですけども、はい、安倍監督と あの2人でずっとティーしたやってたのを見ると、内から出すイコール結構こう左、松原君の前左肩ですよね、はい、下がってちょっとバットが下あのヘッドがすごい下がり気味になりつつあったんで、内から出すねんけどもレベルに振ろうよっていうイメージでティーをやってましたけどね。そうですか、安倍監督と、はい、はい、その時も安倍監督が見本を見せながらやってましたよ。なるほどさあ3ボール1ストライクから今のこの1球空振りになりました。 3-2、 さあここからグリフィンに対してどうでしょう。ファールにしました。カットですかね、緩いボール、これもファールにしました。これ打った後、先ほど松原がうんうんとうなずいていましたが、誰に向かってうなずいているのかなと思ったんですけど、阿部監督があのセカンドベースの後ろにいますが、あるいは阿部監督ですかね、身振り手振りで何かやっていますが、二塁ランナーつけて今岡本がいますが、その後ろに阿部監督がここから見つめています。この岡本の後ろです。ああ結局フォアボールを選ぶ形になって、今矢野コーチが拍手、矢野バッティングコーチが拍手、まあ、結果的には村瀬さん、フォアボールを選ぶということは、まあ、ヒットと同じということになりますからね、はい、足も速いですし、はい、ファールで粘って松原がフォアボールをグリフィンから選ぶ形になりました。今度は山瀬慎之介、今松原が打ち終わって走ってヘルメットを取って阿部監督の後ろの方に、総理で総理練習ですね、はい、ただ今阿部監督からの横で会話してますね。やっぱり何かここであったんですね。そして今山瀬のバッティング見てますと、村瀬さんちょっとこう後ろに下がりながら、なんか今ね、なんかちょっと腰が引いたようなね、はい、右方向へということでしょうか。ちょっと自ら下がりながら打ってました。その右方向に打っていきました。バッティングここは萩尾の返球、でもうまく打ちましたね、今ね。そうですよね、はい、その前に2球も本当に後ろに下がるようにして対峙してましたけど、結局これはもうナイスバッティングです、はいはい、でも最初からこう対グリフィンなんでちょっともう、はい、強引に行くのやめてセンターから右に打とうっていう、はい、バッティングやってたんですかね。その意識が見えた、はい、1打席でした ね、 ね、笑っています監督。グリフィンはここで終了、はい、今度はメンデスが練習しています。まあ、菅野同様1球1球これでまあシート打撃で投げて、まあ、大城とも確認をして、与田通訳がいますが杉内コーチですね、次に向けてと
修正ポイントなどの確認になるんでしょう。まあ、とにかく阿部監督は対話が必要ということで、とにかくコミュニケーション、それを大事にしています。爪見てますよね、なんかグリフィンがね、手をね、ちょっと気になってますか。なんかね、なんかどうなの、豆にできちゃったんか。豆、あ、そうですか、確かに今見てますね、はい。でもあのマウンドを見てるとなんか順調に来てるなって感じしますよね。そうですね、はい、はい。